おはようございます。釣り子 TV です。これ琵琶湖に来ておりますね。えで今ね、湖岸線沿いをちょっとドライブして、ここいいんじゃないのってポイントを見つけたんで、これね、第三田中丸。これをねちょっと使って釣りをしようかなということで、じゃあ早速膨らませます。こうね、すごいコンパクトになるんですけど、ちょっとね、今まではおかっぱりで足場を探し探しっていう感じでやったのが、これからはちょっと沖に出れちゃうぞっていうことでね、昨日ね初めてねちょっとだけ短時間やってみたんですけども、やっぱりね釣れるね、沖の取水塔であるとかね、今まで狙いたいけどいまいち飛距離が届かないとかね、もう届かないんだったら船で行っちゃえよっていうね、単純な発想で入手してみたんですけど、思いのほかいいね。今日もねちょっとね、おかっぱりだけしようかなーとかね思ったんですが、いやもう膨らましてね、こう喋ってる間に今もう半分ぐらい空気が、まあ電動のねポップとかもねありますが、それぐらいだったら、まあ朝のこの涼しい時間帯だったら、こんな感じで携帯電話でも見ながらね、少しこうやってるだけで完成しちゃうんですね。あとは安全に出れる足場があればいいなっていう感じですが、まあ大丈夫でしょうね。いやーすごいね、朝は気持ちいいね。この時間帯だったら結構狙い目なんじゃないかなっていうことで、で初めて使った時はね、まあこういうボートなんで、自分もね使っているリーパーね、リーパーねぶら下げて釣りをしたところ、すごいね水深とかがやっぱり分かるのは強いなっていうのを感じたんですね。この後太陽が出るとね、結構空気が膨張するから、とはいえ水にもね、つけるから、こんぐらいかな。こんなもんかな。こんな感じでね、ボートがすぐにできちゃう。じゃあこれでちょっと沖に出てね、魚探してみたいと思います。行ってきます。はい、あーでもないこうでもない、準備しまして、いよいよ出港。ちょっとね竿多いかなと思うんだけど、2本ほど持ってね行こうと思います。ちょっとここね、なだらかな浜とかそういった感じじゃないのであれですが、まあなんとかなるでしょう。よいしょー、よいしょ。はい、出港でございます。あー素晴らしい景色、
ね、ちょっと竿2本あって邪魔そうだけど、まあ、うまいことやってます。で、ね、まあ、バンク沿い打てばいいのかなっていう思いもありつつ、ちょっと沖、どん深いになってたりして釣りにならない場合もあるかもしれないから、ディーパーね、こういう時のためのディーパーでしょうということで、ね、こんな感じでディーパーぶら下げときます。これ背もたれにします。これ釣り道具、水分、ほいで、ね、よいしょ、これ沖で電波なくなったらあれだからね、ちょっと待って、 Wi-Fi ディーパー掴んでるね。でディーパーのアプリ立ち上げると、はい、来たー。水深 1.4m、 水温を29度下回ってるね。いい感じじゃないですか。あ、でこうベタっと座ってやればいいやと思って、これね、足はしびれちゃいそうですけど、このなんていうか正座スタイルもいいな。なんのこっちゃ。沈み虫使ってみますかね。沈み虫。針は、なんかあったかな。でかいかな。あ、いいじゃないか。ヘビキャロフックでやってみようか。懐が深いヘビキャロフックで、もうこの出たばっかりのところ時点でポイントだよね多分。これは誰もこの時間にこの距離感から打ってないだろうから、いればワンチャンあるんじゃないですか。これ釣れたら超楽しいな。これ最高じゃん、ね、よいしょ。日暮らしのこの感じ、よっしゃ、行ってます。沈み虫やってますよ。せっかくだからもうちょっとだけ移動してみるか。ちょっと沖がどんぐらいのとこにブレイクラインがあるのか。2m。
お、当たった当たった。よっしゃ。ビアコバース釣れた。いたね、ちっちゃいけど。ありがとう。はーい、沈み虫だね。に、ビアコバース。イエーイ。ちっちゃいけどね。超嬉しかった一匹となります。イエーイ。ちょっとね、風が出てきて沖に流されてしまいましたが、ディーパーさん情報によると、まあここら辺がだいたい4メートルとかそんなもんで、で、ここら辺がブレイクラインになるかな。ちょっとせっかく船なんで浅い側に入れてしっかりと落とし込んでって感じですね。
よっしゃ、食ったよ。おお、おい、うわ、いや、やった。よいしょ。いやー、ビアコバース。イエーイ、釣れましたよ。今回の釣行で一番いいサイズかな。やったぜ。沈み虫に来ましたよ。これ、入る、こうか。こんな感じ。はい。ねえ。まあ、小さいけど、餌をよく食ってるね。いい感じのバスじゃないでしょうか。やったぜ。ねえ。キーパーでね、だいたい、なんだろう、ブレイクする位置を特定して、そこをね、こう、ノーシンカーで。チク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 やっていたら、いい当たり出ました。やったー。琵琶湖だぜ。琵琶湖だぜ。嬉しいねー。はい。今回はね、ディーパー様様でした。ディーパーと琵琶湖の綺麗なバースイエイ。いやー、釣れたね。あ、で、タックルは今回ね、これ、ディアモンスターの EVV55 っていうねコンパクトロッドにメタニウムのハイギアの組み合わせで、ラインはアブソルートの10ポンドで、こういう感じで沈み虫ってね、イエイ。はーい、帰ってきましたね。いやー、楽しかった。じゃあね、片付けます。最高かよ。よいしょ。おい、だいぶね、朝の涼しい時間でリフレッシュできました。でね、こういうのとかフローターとかね、やっぱりディーパーあるとね、いいですよ。なんかこのだだっ広いところでね、そのブレイクラインの位置とかを意識してイメージして釣りできるってのはやっぱり武器だなと思いました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。釣り子 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたら、こんなに便利なものはありません。ディーパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。